このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間は湘南ベルマーレ対サガン鳥栖、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がぱらついていました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。このゲームは 3-5-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、はい、どんな意図のこれ布陣になってくるんでしょうか。 3-5-2 になってくるとやはり基本的にはサイド攻撃ですよね、はい、サイドの選手が高い位置を取ってそこでボールが受けられる場所によって攻撃的に抜けているのか、はい、守備的になってしまっているのか、はい、とかになりますよね、はい。まあ、どうしても守備的になってしまうとこのワイドの選手がワイドバックになってしまうとちょっと押し込まれているという形になりますから、このシステムに狙いたいのはサイドが高い位置を取る、サイド攻撃をしたいということが狙いになりますよね、はい。湘南のキックオフでスタート、湘南ベルマーレ対サガン鳥栖。サイドを紹介です。右にエンドを取るのは鳥栖、対して左のエンドを守るのは湘南。石原、裏のスペースを狙う、このスルーパスは通りません。森谷、いいプレッシャー、これ仕掛けるか、縦へのボール、さあカウンターのチャンスになります。裏にか仕掛けるか、さあどこに出してくる、ここはいいプレスで奪います。起点となるアクションが欲しい、つなぎたいところだ。大岩、縦に送ります。激しいボールの奪い合い。さあカウンタースピードを上げたいところ。裏へ届くか。これいいでしょ。中東、なんと止めた。すごい反応を見せました。いやあの位置からのシュートですからね。アインセーブですね。湘南が今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。コーナーキックです。ここで受けてクロスを選択、頭だ。ピンポイントで合わせてきましたがこのヘッドは決まりませんでした。最後崩されましたよね。突破されて中央を守りきれてないですよね。の大橋、さあ左サイドへ、いいプレッシャー。エルユヌス、小野瀬へ。湘南は前半未だシュートがありません。縦へ送る、小野瀬、ミドル。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。トス、思い切って狙ってきましたよね。まあ、相手よりシュート数少ないのでそういった意味では積極的でいいと思いますけどね。キーパーから前線へ、このボールに触ります。カット、いい形ですよ。さあ一気にカウンター、森谷、ボール入るか、スルーパスを狙う、一瞬のクリアでしょうね。岩崎へのボール、上げてくる、どうだ、ちょっと合いませんでした。中人数揃っている、もうこれいいでしょ。もう一度上げる、まだある、シュート、先制、サガン鳥栖。いや素晴らしい。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、普段は絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。まあフリーで受けて確実に決めるところは申し分ないですけども、やはり注目したいのはシュートの前ですよね。相手ディフェンダーを遅らせる崩しがあったからこそ結果的にあの位置でシュートが打てたわけですからね。見事な崩しでしたよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。
コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはトス、先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレー。これいいでしょ。裏取り出した。これはどうだ。いけるか。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。このチームのキャプテンです。キーパーから前線へ、裏へのスルーパス。いいボールだ。さあ来たか。もうこれいいでしょ。クロスを上げる。これはクリア。さあ一気にカウンター。スタジアムの上、雨雲が出てきましたね。すでに降り始めているようです。ああ降ってますね。降り始めはボールが走りやすくなるので、コントロールには注意が必要ですね。さあ来たか。もうこれいいでしょ。抜けた。シュート。ルーズボールになる。いやー、足を受けてシュート。しかし決まりません。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出す。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0。さあ前半いかがでしたか。長打としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。湘南ベルマーレ対サガン鳥栖。それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ後半キックオフ。この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、手で取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかっていうことが一番カットいい形ですよ。さあ来たか。抜けてくる。いけるか。さあ勝負だ。いやー、キーパーよく止めました。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。岩崎、このボールはカットされます。奥野、杉岡、さあカウンターを仕掛けます。町野、奥野、長いボールを送ります。ボールがいいでしょ。チャンスを演出できるか。さあ右へ預けて、中で味方の選手が待っている。どうだ。さあ中央へ。どうだ。このシュート、拾いたい。ここある。フリーだ。これいいでしょ。いけるか。これはどうだ。シュート。いや素晴らしい。ここでスコアを同点にします。いいですね。この展開はファンも燃えますね。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ共に選手交代があるようです。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。行きますよ。まだ行きますよ。激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。たまらず行ってしまいましたね。レフリーの注意が入ります。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。大岩、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあどうする。チャンスを演出できるか。川原、ミドル。
いやこれはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。大きく前線へスペースを狙う。いいボール飛び出した。これはどうだ。おいい形じゃないですか。あこれファール。湘南ボール。取らないですか。レフリーコーナーキックです。上げてくる。どうだ。このクリアボール拾いたい。まだある。さあ来たか。これいいでしょ。こぼれてる。カット。さあカウンタースピードを上げたいところ。いいプレッシャー。トスは先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですがいかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこにあるってことですね。そうですね。注意に終わりました。さあこのフリーキック直接来るのか合わせてくるのか直接か。おーいやー勝ち越しサガン鳥栖。いやー素晴らしい。直接決めてきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。こっちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは両チームともメンバー交代があるようです。さあトス1点をリードしてリスタート。トスとしては大きな1点ですよね、はい、今日一番のゴールじゃないでしょうかね。そうですね。さあどうする。裏を狙う。いいボール。裏へ抜けた山田。ここで丁寧にコントロール。おいい形ですよ。阿部いけるか。そうなミドル。シーマーがフィーズボール。さあもうこれいいでしょ。いけるか。さあ上げられるか。中で味方の選手が待っている。どうだ。ここで丁寧にボールを扱う湘南。ここでファウルをもらいます。これいいでしょ。ここで受け る, 受けるか。シュート。わーこれはわずかに右でした。早くそして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。キーパーから前線へ山田。ここは競り勝ちます。アーチのようなパス。おいい形ですよ。いけるか。スルーパス。これはどうだ。シュート。来た。追いついた。メルガーレ。いやー素晴らしい。このゲーム終了間際での同点弾。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなというところへのボールっていうのはね、やっぱり極的なシーンにつながりますよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ共に選手交代があるようです。さあ湘南、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。いやー踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。そして今試合終了、2対2引き分けという結果になりました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。
選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、見ている側にとっては目の離せないシーンがいくつかありましたからね。内容自体は良かったでしょうね。はい、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。